万回再生いく企画はこちら。その前に、うん、というわけで今日100万回再生いく企画はこちら。一日ルーレット生活。キャー、生活するよ、お長い生活する上で必要なことをね、ピックアップした4つのお題があって、うん、まあ、起床、トイレ、朝ごはん、ご飯、そういうのをピックアップして、その中から4択を全部ルーレットに託されることになりました、今日1日。じゃあもうみんな最後まで追ってな、今日も。じゃあどんなルーレットがあるか、亜生が設定して。まず起床。起床。まず起床。起床じゃない。起き、朝起きたらまず普通に起きる。お母さんに電話。足の匂いを嗅ぐ。納豆を食べる。それ一番嫌やわ。納豆食べるの朝から。もう今起きたってやって、うん、起きたよ普通で。ゲーなんかマク教えたやってか、目めっちゃ痒いまして。もう今目バンバンなのは許してくれない。起床したら次に必要なのはご飯ですよ。そうですね。まずウーバーイーツ。いいね。朝マック、友達に決めてもらう。おす、いいね。サソリです。サソリはやばい。サソリは辛いって。誰考えてる、うん、もうルーレット次第なんで、僕たちの運命は。お前サソリ出たらね、ほんまに無理かもしれん。サソリとかどんなんの、パリパリするのかな。生活する上で絶対必要なトイレ。それよ。普通にトイレ、駅のトイレ。だるー、ちょっとだる。1時間後もう一回ルーレット。行かれへんみたいな。1時間後まだルーレット。きつ。最後の選択、おむつです。やばいって。おむつは。おむつ買いに行かなあかんし、ほんまに考えない。おむつ当たったら買いに行かなあかん。もう無理やね、撮影したからトイレ来たからこれやから。はいはい、トイレ我慢しようかな、いちいち。1年生1回のボーナスルーレット。ウキウキワクワク天国と地獄ルーレット。はい、その項目は何でしょうか。この項目は当たったら1万円、外れたら顔面落書きを使う。二択しかないっていう、天国と地獄。で、その1万円はじゃあお互いから出るってことだよね。出るっていうことで。じゃあ2人とも1万円開い当たってもらったら、もう1万円の交換みたいになっちゃうってこと。最後は、最後就寝。まずベッドはここ。あ、ここいいですね、マットね、うん、最高。で、ベランダ。あ、まあまあ、まあ、ベランダ、まあまあまあじゃないけど。いや、もう今回のベランダでまあまあでなるよ。徹夜。徹夜な、まあ徹夜はいけるやつ。まあ寝れない。ラスト、公園でございます。公園で絶対寝ような、公園出たら。うん、じゃあ別にあれ、一緒に公園行ってもいいってことだもん。うん、それは聞いて。二人出たらね。一人で公園は辛すぎるねんけど。マジで最悪やん。それでも、じゃあ今からじゃあもう早速ね。そう、もうだから今から寝る、寝らないと。一回。寝らないと。寝らんでいいけど、一回お寝たことにして、ね、起きないとね。誰がこんなパキパキの服で。てかユニクロの服買ってから気に入りすぎやん。いや別にそんなこと。一生着てんやん。じゃあ、一旦寝よう。うん。じゃあアラーム1分後に、あ、10秒後にアラーム。1分もこの状態とかキモすぎるって。10秒後、10秒も耐えられへん。はい、おっ、おはよう。おはよう。だいぶ寝た。ほんまくそうるさいわ、ほんま。アラームってほんまにヌーズ機能めちゃくちゃしんどない。スヌーズな。スヌーズ機能めちゃめちゃしんどない。じゃあ一日が始まりました。はい、一日が始まりましたということで、このルーレットの方を回していきたいと思います。はい、おはよう。おはよう。え、ひなから。うん。どっちでも一緒や。頼む、納豆だけビュンと入れてくれ。いきます、押しました。あお母さんに電話。モーニング、グッドモーニング言うて。オッケー、はいはい。まだまだ、じゃあ俺のルーレットいきます。はい、頼む、もう何、足の匂いも嗅ぎたくない。足の匂い嗅ぐぐらいってすぐやん。おぉ、一緒にお母さんに電話。じゃあ一緒にママちゃんに。あ、じゃあ、オッケー、やります。したいと思います。いいね、採石いいわ。ママちゃんの声出しは初めてでございます。じゃあかけていきたいと思います。ルーレットかけます。ママ、四六時中暇。てか職業暇なんで。まあでも睡眠っていう仕事もあるから。それ残業やろ、睡眠は。やばいやばい、出えへんかもしれん。え、もう職業暇、残業、睡眠。残業中かな。お母朝に寝るやん。あ、バチクソだるいやんこれ。もう家の時間電話かけます。はい、強制的に起こします。あ、おはようございます。あの、 Wi-Fi 困ってないですか。
Wi-Fi の、あの、今、いい Wi-Fi があって、そちらをどうですかね、思いました。結構解約なんだよ。何、かったよかった、かわいいいや、あの、今、おはよう。おはよう、うん、おはようっていう電話だだけ。7時やから。4時、3時半やで。今、朝の7時やから。そう、今起きたの、こっちは。ちょっと違うねん、東京と大阪。うん、あの、結構あの時空の歪みがあるし、うん、あの自転がどうのこうの、うん、てかさ、おかひなら7月に大阪帰るからマジで部屋片付けといてな。何やって？お父さんにも言っとくから。お前何やって？ほんまに10日間ぐらい帰るから。無理って何？無理って何？言うとこないもん、だってそもそも。それは言うとくけど、あ、うち3階建てやないわけないやん。もう、え？もう、あの、元朝日の部屋も春日の部屋になってしまう。え、でも暑くて寝れてんの？え、今んとこ寝れてんじゃん。汗もになりながら毎日過ごしてる、夏。まあ、そういうことやから。無理やから。みんな、バイバイ。はい。いつもありがとうって。いつもありがとうって。いつもありがとう。はい。誰が？これからも、これからもよろしくねって。うん。はい、じゃあ朝ごはんのルーレット回していきたいと思います。さあ、それだけはピンク以外危ない。じゃあ、ひなのさっそりいきます。さっそりたぶんさっそりだけはさっそりさっそりだけはさっそりやば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 じゃあどう、また一緒や、友達に決めてもらう。まあでもこれは 2,3 回あるから、ご飯は。そうやな。はい、じゃあひなら友達に決めてもらうことにします。はい、プレマグの裏に電話していきたいと思います。出るかな、そもそも。もし、いきなりぶっかけ。はいはい。早っ。あ、もしもし。はいはい。あの、お久しぶりです。あ、お久しぶり。あの、俺さ、お腹空いてんねんけどさ、なんか何食べたいかちょっとあんま決まってないからさ、ちょっと。何お腹空いてんねんけどさ、はい、なんか何食べようか迷ってるから決めてくれやん。あー、決める。うん。じゃあ、うん、全然なんか普通に食べたいなみたいな。あ、じゃあうちが今食べたいのでいいかな。うんうん。で、ラーメンの大盛り、うん、とチャーハン。ああ、オッケー、ありがとう。あ、はい。うん、ありがとう。はい、俺も食べたいなって思ってた。はい、そうなんだ。うん。じゃあまたね。はーい。はーい。ほんまに最悪なんやけど、朝からなんでラーメンとチャーハンがわかんねーの。パパラピーズのジンジンに今かけてみたいと思います。あ、もしもし、もしや。あのな、久しぶり、え、あのさ、ちょっとさ、久しぶりに声聞きたいなと思って。ずっとですよ、絶対適当やん。まあそれはいいとしてさ、うん、今めっちゃお腹空いててな、うん、で、なんか食べるやつ決めてほしいなってジンジンに思って。確かにもうさ、やっぱジメジメしてるし、やっぱこの時期で、うん、雨もちょっと東京的にも曇り雪怪しいしね、うん、だから日向は、うん、まあ冷やし中華を食べてこうすっきりして会いたいなって。なるほどね、オッケーオッケー、いい。ちなみに、うん、マヨネーズもかけてもろて。ちょっと待って、そんなしてする？オッケー。私はやっぱ勘が当たってたら、これは、YouTuber に言われたご飯だけで一日生活してみたですか、これは。あ、違います、すいません、それはごめんなさい。ごめんなさい、なんかごめんね。冷やし中華マヨネーズかけて。オッケー、ありがとう、食べるわ。サンキュー、またバイバイよ。またバイバイ、また遊ぼな。え、そのさ、絶対遊ぼない感じのやつじゃん。ちゃうよ、ちゃうって、ジンジン言うけど、ひな東京引っ越し聞いてから、ジンジンまだ誘われてないから。誘われても誘ってもないよね、俺ら。そうよ。そう、誘って。うん。よかった。うん、ほんじゃ、ありがとう。ありがとう。じゃあね。バイビー。バイバイ。あかんて。なんかでも、麺類はかぶったで、奇跡的に。はい、それではね、じゃあ朝飯の方をね、買いに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。ちょっと待って、ひなトイレしたいかも。ドゥルン、じゃあトイレしたい、普通に。ドゥルン、ちょっと待って、ドゥルン、ドゥルン、ないよ、お前トイレない、ほんまにない。結構したい、トイレしたい、普通に。ドゥルン、ドゥルン、ゲリラトイレタイム。頼む頼む頼む。
待って、あー、うれしい、それでや、嬉しい。しょうもないって、噛みしめてやる。しゃじゃあ、ラーメンと冷やし中華とチャーハンと買いに行って、今は普通にトイレしてっていう感じやな。じゃあ、行きましょう、せーの、スタート。うちは幸せの普通のトイレしたいと思います。というわけで、2人とも麺類というかぶったしかも朝からラーメン最高。これね、コンビニの商品なんやけど、多分ファミマでしか売ってるとこ見たことないんやけどさ、結構そんなある、美味しいんよな、この醤油豚骨ラーメンってやつ。なんか麺、生麺みたいで美味しいから、みんな食べてみて。生麺ってなんなん、え、なんか美味しい、トゥルトゥルじゃない、インスタントの麺感ないよな。これで洗わなあかんの、洗わないよ。世に、世界に感謝じゃあ、ジンジンが言ってたからマヨネーズをかけたいと思います。たっぷりっつってた、たっぷりかけたの。コレステロール、コレステロール、コレ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 ステロール、コレステロール、コレステロール。じゃあいただきます。俺もさっぱりした方食いたかったな。でもあったかいもん食いたかった。もう逆やん。いや、実はな、隣の芝生は青く見えんねん。確かに。でも実際は自分と幸せっていうことに気づいた人が幸せになんねん。ほんま、ラーメン朝からチャーハンとラーメン食べれて幸せ。そうだよ。じゃあ、ごちそうさまでした。調べしたら、え、待って、自分の出てきた。危ない。はい、もうお昼がやってまいりました。はい、お昼です。お昼やってまったんですね。出てきた。お昼がやってまいりました。はい。じゃあ、お昼ご飯の時間ですね。もう顔映ってないから。じゃあ、俺から行こうかな。じゃあ、ほんまに、サソリが一番、あれ、パクで終わる。これめっちゃ今、お腹いっぱい汗食べてる。パクで終わりたくないね、こっちは。じゃあ、サソリでも、お腹の胃袋的にサソリ求めてるかもしれない。でも、食べたくないけどな。アマゾンでサソリ買ったん。いきます。お昼ご飯ルーレット。ウーバーやったらもう一番最高。ウーバーが一番最高。もうタピオカとか飲むから、ウーバー来い。ウーバーウーバーウーバー、いやー友達燃えって。これまた、じゃあ次ひな行きます。燃えておる。じゃあ次ひなルーレット行きます。ワン、ツー、四分の一ですからね。どんどんどこどこどんどんどん、どんじゃ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 ん。うわー、しゃーサソリ危ねーよ、今の。よかった。あー、神様、仏様、本当にありがとうございます。私はそうです、いつもいい言う答えをしてきました。見ていただいたんですよね。あー、あー、よかった。ずる。あー、よかった。はー、気持ち。あと、もう、あとちょっとで見て。もう、あとちょっとでサソリやったんやけど。くそ、誰に電話かけようか。じゃあ友達のあさみ先生にかけたいと思います。僕の中ではあさみは先生なんで。いるか、わかる。あ、お久しぶりです、あさみ先生。何、おはよう。間違えた、こんにちは。こんにちは。あの、なんか俺結構さ、もうお腹いっぱいなんやけどさ、うん、あの、やっぱ先生にお昼ご飯決めてもらいたいなと思って。うん、何が、え？だから、あの、今から食べんの。そう、お昼ご飯決めて。でも、もうな、むっちゃお腹いっぱいからさ、なんかマック、なんか、あさみ先生、テリヤキ、お腹いっぱいやねんな。テリヤキ、うん、なんで、あさみ先生、なんか食わなそうやん、細いし。なんかゼリー、え、ゼリーとかは、ゼリーはダメ。照り焼き、めっちゃいいチョイスやん、さすが。俺朝からさ、ラーメンとチャーハン食べさせられてんねんけど、それでも照り焼きいいかな。うん、なんか体に悪くないから、そんないっぱい食べて高カロリーなの。いや、全然ポテトも好きで。もう
じゃあ、照り焼きとポテトですね、うん、食べてちゃんとほんまに、覚えときやほんまに、最悪なんけど、クレマグ頑張ってありがとうありがとう、じゃあ、さよなら先生、はいはい、やられました。いやチョイスいいね。てか、みんなすごくない？パッと具体的に言えるの。確かに、さすが YouTuber って感じするよな。確かにやり慣れてる。なんか自分やったらこう言ってほしいなっていうのがあるんやろな、うん、多分相手のテンションで、あ、撮影中やなっていうのが、あ、分かるんやろな。チュイーンって仕事があってもうこういうこと言わないとねみたいな。いや、結構気づかんねんな、そんなん。でもちょ、もう照り焼きとポテトとかもう、あ、だ、買いに行かなあかんわ、それやったら早く。じゃあ Uber で何でもいいんやもんな。タピオカにしようかな。ザマジでよーどし。ちょっと待って、あさみにマジ許さんって言ったら、うん、これ送られてきました。許してほんまに無理に。やっと買うことができました。なぜかね、Uber Eats で買うことができなくて、ここまで2キロ先のマクドまで歩いてきました。しかも帰りはまた2キロ先のマクドナルド、また歩いて帰らなあかんし、お腹いっぱいのに、また照り焼きバーガーとポテト食べなあかん。しかもな、めっちゃおトイレしたい。ほんまにさ、家帰ってからトイレルーレットとかもあるし、最悪ないけど。もう帰るわ。あ、届いてました。ありがとうございます。タピオカ届いたぜ。ではね、私どもめはタピオカをしこたま飲みたいと思います。どこのタピオカかは知らん。はい、いただきます。あー、おいしい。タピオカってうまいね、やっぱ。うん、ベリベリ最高。おかえりなさいませ、朝日様。ほんまに緊急事態。何？2キロ先のマクドナルド行って帰ってきたんやけどさ、うん、4キロやん、うん、超しんどいしさ、うん、ずっとおしっこ我慢してんのもう帰ってきて早々ルーレットとか、もうほんまにこの企画最悪、考えてる誰これでもやりたいって言ってたのあんたや。ほんまにもうルーレット回したくないわ、はい、しかもマクドさ、トイレのルーレットはやばい、楽しみお腹いっぱいやしさはい、じゃあそれルーレット回そうか。一人行きたい、ちゃんと我慢した。当たり前やん、ほんまにトイレ漏れそう。これでマジ1時間後とかと終わりちょ、もうおむつでもいいからさしてくれ頼む、もうずっと我慢してんね、はいはいはい、神様、俺はもうほんまにもう今日いっぱいいっぱいおかしいことばっか起きてるから、非日常的な日常を歩んでます。もう普通にトイレさせてください、お願いします。神様、おむつ、おむつか、普通にトイレかい、おむつ、おむつ、ほんまに神様おかしいやろしかもさ、あのベイビーベイビーよ、もうえぐいでもだおいやあかんのか、アップできないって出る出る、それでやったらいい、はちぎれてるって、ちぎれてるな、え、ほんなおったらよ、買っといいちぎれてんねん、それ買いに行かなかん、マクドも食わなかったほんまにもう、その復元サイトみたいな、無理無理、そっちはマジでいいよ、どう、安心か、ほんまにおしっこってやんねんけどなんかパンツ履いたらおしっこなんかできやんねんけど、ほんまに出そうなったらまた言おう。いただきます。苦しい、ほんまに苦しい、マジでドキドキワクワクルーレット、よーいスタート。お願いします、神様本当にお願いします、お願いします神様、お願いします神様、結果後から見てもいい、画面は多分出てるからさ、うん、神様お願いします
もう外出たくない今日は。やめといたろ。いやいやって一緒に見よう。決まりもう決まりました。みんなは結果見えてるはずです。ほんまに一枚やったら最高。ほんまに天国と地獄すぎる。ただせーの、よし10万円うわじゃあ次ね。うわっ、やっほー、よっしゃ、ですね、トントンということで、トントンで終わりました。ウキウキ天国と地獄は、はい、緊急事態です。これから30分ほど経ったんですが、ずっと我慢してるんやけど、我慢してるというか引っ込むね、おしっこ出そうとしたら漏れそう。なんか体、体調悪くなってきた。だってどうなるの、これ出した後てかさ、おむつに出した後どうなるの。びちょびちょになるんじゃん。そうなん、でも懐かしい。ちょ、どうする。でもそれはやっぱ気持ち悪くないように改良されているやろ、さすがに。何言ってんの、うん、おしっこ出ちゃう。おトイレやから、引いたのは、うん、待って、出したくないんやけど。どう、あーやっぱここで出すあー絶対この量はこぼれない。やはははあーあーどう、あったかい。キモ、どう、でもあんまり気持ち悪くないんじゃない？は？やっぱ気持ち悪いんや。ほんまに気持ち悪いよ。見て。ちょっと、なんかさっきよりなんか止まってんや。なんか。めっちゃあったかいんだけど。なんかさっきより、え、でもなんか、ちょっと黄色い。ちょ、何か改善されてる。こぼれるかと思ったもん。ここにもう、あったかい。ちょっとほんまに、ちょ、お風呂ルーレットしよう。あ、そうやな、お風呂入りたいわ。オッケーオッケー、お風呂。ほんまに気持ち悪い。するの。お、動けた。え、トントンってやって。やって一回。うわ、キモい。うわ、キモい。ほんまに気持ち悪い。でもすごいね、漏れへんの。じゃあお風呂入りたいんで、お風呂ルーレットしたいと思います。はい、お風呂にある選択肢は普通にお風呂、熱湯、冷水、銭湯でございます。銭湯だって行かなあかんからな。じゃあルーレット回していきたいと思います。もう普通にお風呂が一番最高やな、俺は。お願いします。さっぱりします、していきます。もうルーレット恐怖症になりそうなぐらい。もうなんなんこの企画、なんで銭湯行かなあかんの。もう早くさっぱりしたい。ちょっとどこにあるの、これで行かなあかんの。パリ全然できないから、1キロ先とか。やばいな、つらいな。でもこれひなが銭湯になったら一緒に行けるからな。じゃあ行きます。冷水か。お風呂入るだけでお前めっちゃいいや。確かに。シャーナは冷水です。体に良さそう。それじゃあ私今から水風呂入ってくるからね。やいやい、プリッ。使うなよこれは、朝日。温泉に入ってたらね、なんか寝転ぶところで寝ちゃって、9時まで
らしくて、そのご飯食えない。だから寝床だけ決めようかなと思って、寝床ルーレットしたいと思います。寒すぎてもう顔色悪なって最悪や。初めて水風呂とか入ったわ。マジで入ったからな。マジで移したかったけど、さすがにな、移されへんとこがね、ボロリしちゃうから。じゃあもう次の、もう中減ったんで、もうルーレット引きます。晩飯のルーレット、ご飯のルーレット引きます。じゃあもう晩ご飯のルーレットも寝る時のルーレットも引いちゃいます。いきます、スタート。くぅー、お腹空いた。普通にしてくれ。もう朝マックやったら朝まで食われへんってことでしょ。頼むぞ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 。ギャー。まあ食べなあかんもん、ルールやもんな。でもちょっと待って、心の準備させてください。明日に、まだ今日の晩飯、明日の朝に食べます。明日に食べます。はい、食べます。今まで絶好調やったのにな。絶対編集中のお前笑ってるやろ。ごちそうさまでした。はい、先頭から失礼します。携帯が1個しかないので、画面録画でルーレット回していきたいと思います。もうベッドで寝たい。でもベッドで寝たい、マジで頼む、お願いします。はい、公園で寝たいと思います。じゃあね、次寝床、寝床も引いちゃいたいと思います。公園、ベッド、ベランダ、徹夜。徹夜とベッドやったらいい、まだ。公園とベランダはマジ最悪。じゃあそれではスタートいきます。スタート、頼むぞ。公園は頼む、公園は頼む。これはちょっと待ってください、心が穏やかじゃないです。マジか。今日は寝るとこは公園です。イエイ。はい、というわけでね、今日の寝床は公園ということで公園にやってまいりましたんですけども、はぁ、怖。何が一番怖いかって、虫、虫が一番怖いからな。あ、でもいいベンチあるわ。あ、猫がおるわ。猫が2匹もおる。猫のたまり場なんやな。何もしませんからね、逃げなくても。いいベンチはあるわ。いい寝床はあったわ。まあ最悪。ちゃんとね、寝れるように袋も持ってきました。マジで寝たるからな。今日の寝床はここです。ちょっと待って、もしバドミントンかい、自分の鍵かい。初めてやわ、野宿すんの。ちょっとワクワクしてきた。この辺はね、部屋の調査したんですけど、あんま悪い人はいないんで、そこのとこは安心してもいいかなって。まあ、悪い人が来たとしても、部屋は昔憲法習ってたんで、護身術は、憲法護身術か知らんけど、あるんで、世界一とかの種類ない限りは全然いけるんで。はい、皆様、近くにあった公園がここしかありませんでした。まさか温泉でね、あのルーレット回して叫んだりすることできないんで、ね、ちょ、めっちゃ眩しい、ここ。しかもめっちゃ眩しい、ここしか公園なくて温泉で騒ぐことできないから、リアクションも低リアクションやったんやけど、やっぱ公園引いちゃったから、公園に寝るしかないみたいです。じゃあね、みんなおやすみ、また朝会おうね。それではね、もうつべこべ言っても拉致が開かないんで、今から、ほんまに眠いね、もう今からここで公園で初めて寝たいと思います。イエイイエイ。グッナイ、おやすみなさい。にょんにょん、猫がこっち見てんねん。案外悪くねえな、公園で寝るのもな。Thank you.
クワクするな。一人だからさ、怖いんだけど。なんか声かけられたりしてんかな。おやすみになる、早く寝る。面白かったねんな。早よみんな。もう。ほんまに笑っちゃったもん、不意に。はい、どうも。いいもむひなたです。はい、というわけで、おはようございます。ルーレット生活終わりましたけどもね。はい。おはようございます。ひなはね、ただいま帰りました。でもね、やらなあかんことがあるんですよ。そう、これね。スコーピオンね。スコーピオン引いちゃったんですか。ちょっと開けるわ。なんか匂ったことある。何の匂いやろ。うわっ、一匹しかない。すごい、やばい。あ、ひな、これ無理かも。めっちゃいいとこ取れた。ほんまにやばいわ。いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。ここは予約30年待ちだいぶ待ちました。高級料理店の朝マッチョマッチョです。朝マッチョマッチョ、これが30年みんなが待ち続けた、みんなが食べたい、30年に一度しか食べれない唯一の食材です。これが朝のやつですね。はいはい、とっても美味しいですよ。この針の部分は食べれるんでしょうか。あ、その針の部分はこのベロの裏側のこの甲の部分に突き刺してペロペロ舐めるのがメインディッシュとなっております。本当ですか。びっくりした。え、待って、毒ない。いや、刺さるやから毒ある。でも、ついてるってことはいけんじゃん。ちょっと手の震えが止まらないんですけど。お尻の部分が一番ヤバそうです。一番身がびっちりで美味しいんですよ。あ、しー、俺ほんまにいただきます。いただきます。すべての食材に感謝を込めて。うえ、それは、あ、それは肉まん、あなたが大好きなピザです。ピザのような香りに包まれて、見覚えのない味でしたけども、それはね、あの、もう食べたかった。なんつやろ、ほんとね、何すごい、なんやろな、結構うまみゼロなんよ。うまみゼロで、そのなんかで、臭いよ、臭い、なんか土臭い。なんか何やろな、なんで食べるんやろ、なんで食べるんやろ。なんで食べるんやろうか。これ3000円ぐらいしたよ。これ1匹、うん、高級やで、ね、ほんまに。足とか、尻尾とかうまいかもな。すげえな。あ、これお菓子。はい、やめられない、止まらない、はい、かわいいぜん、パクパク、やめられない、土の匂い。なんやろな、なんか、魚の餌の匂いするね。うん、魚の餌の匂いするし、若干、黒飴の甘くない匂いがする。甘くない甘くない黒飴の。で、食感はガリガリしてて、全然良くない。うん、でも、香ばしいんかな。でも、旨味ゼロ。ルーレット1日生活、最後にね、今日見てくれて本当にありがとうございました。じゃあね、またこれからもサーサーブラザーズよろしくお願いします。じゃあ今日この辺で終わりたいと思います。グッパチュリナッツでした。朝日でした。やばいな、これほんまに気持ち悪い。みんなもね、なんか食べてみてほしい。